テクテクネバールくん。今日はネバールくんの怖い話を紹介するネバ。これはネバールくんが体験したお話ネバ。ある日、ネバールくんが海沿いを散歩していると、なんだよこの亀、足が遅えな。もっと早く動けよ。ほら、ここまでおいで。早くこっちに来いよ。なんと、子供たちにウミガメがいじめられてたネバよ。ほら、ガメさんをいじめちゃダメネバよ。あっちへ行くネバ。そう言うと、子供たちは逃げていったネバ。すると、助けていただきありがとうございます。お礼に竜宮城にご招待させてください。なんとネバールくん、カメさんに竜宮城へ連れて行ってもらえるようになったネバ。早速カメさんの背中に乗ると、カメさんは一気に海の中へ潜っていったネバ。そして30秒が経ち、1分が経過。徐々に苦しくなってきたネバールくんは急いでカメさんに聞いたネバ。竜宮城まであとどれぐらいネバか。竜宮城は太平洋の沖合300キロの深海にあるので、あと1時間ちょっとぐらいですかね。ネバールくん、気がついた時には竜宮城じゃなくて病院のベッドにいたネバ。みんなも海に潜る時は気をつけるネバよ。ネバネバ TV を見てくれてありがとうネバ。チャンネル登録してネバね。グッドボタン、ベルボタンも押してネバよ。イベントやグッズ、アプリの情報はホームページにあるネバよ。